で今日は昨日に引き続き、はい、また別バージョン意識になったかのように色素が抜けます、こんにちは。はい、こんにちは。トロピカルガーデンです。あ、大丈夫だ。大丈夫？うん。昨日はたくさんのご購入ありがとうございました。ありがとうございます。これ昨日はね、どれが人気だったかなって見てて、あれ？一個つぼあったあった。普通にミニ苗が一番セットと中サイズのエケベリア3個が一番人気でした。つぼセット。で在庫が一回足んなくなっちゃったんで、このセット在庫を足しましたので。まだまだつぼセット販売してますのでよろしくお願いします。これさコメント欄でさ、なんだっけハクション大魔王のつぼみたいって何人か言ってる人がいた。やっぱアラビアンな感じなんだね。そうだね。そうだよね。ちょっとアラビアンな感じのあれだもんね。そう。なんかねなんか出てくるなと思って出てこなかったんだよね。ねアラジンとかに出てきそうだもんね。で今日は昨日に引き続きまた別バージョン。でセットの内容は全く一緒にしようと思ってます、リトープスミニ苗、もしくはリトープス中サイズエケベリア、もしくは中サイズエケベリアとミニ苗、でセット内容は鉢の内容が変わります。ゾウさんです、でこれも2色あります、ナチュラルカラーとグレーカラー、で2色でモルタルの鉢です。でミニ苗を植えてみた感じ、ミニ苗が中サイズが12個入ってミニ苗が1234つ入りました、ね。植え口としてはそんなに変わらない。どちらも、こっちまん丸か細長いかっていう差だけど、植えられる量は面積的には同じぐらいです、でどちらも植えやすかったです、リトープスも入る同じ20個入れてみたんだけど、こんな風に入りましたね。そんな感じです。はい。可愛くないちょっと。なんか本当はハリネズミとかが欲しかったんだけど。面白いね背中の。でハリネズミの背中にこのアナボばっかり植えたいなとかいろいろ考えたんだけど、なかなか思ったようなのがなくて、でパーッと見てたらあゾウさん可愛いと思って、なんかちょっと可愛い感じなのもたまにはいいかなと思ってさ。そうだね。でアンティーク調でまたこれも作り上げていて。わざとこうやって劣化してるようにね作ってあります、結構ねザラザラしてなくてつるっとしてるんだよねモルタルなんだけど、塗装しっかり塗ってるんかもしれない、ね。でやっぱりアンティーク調なのでちょっとこうやってわざとね塗りそびれがあったりとかちょっと白くさせてるとかあるんだけど、それもうアンティーク調でわざとっていう感じでねお願いします、可愛くない？ちょっとなんかさ、目とか塗っちゃいたいのちょっとあと鼻のとここう線描いてあげてゾウさん、ゾウさんって感じで、なんかあえてさカラフルのなんだっけエルマーって知ってるゾウの絵本のお話。なんか表紙だけ見た、表紙かタイトルは知ってる。エルマーみたいにパッチワークのゾウさんとかさみんなでこれお絵描きしたら面白いよね。カラーでちょっとやろうかな。カラフルになって可愛いかなと。はい、そんな感じです。今日の21時にこれは更新します。昨日ここの枯れ葉を取ってたらすっごいさっぱりして、グリーンノビアがすごいもう休眠、かなり休眠モードになってきたね。でももう少しだね。今これ日陰にここして、あと雨よけをしたからどういう風にみんな変化していくか。今まで水を好きにもらい放題だったから、やっぱりね部分部分で水かかりすぎてるところはこう痛みが出てたりしたんだけど、例えばこれなんか葉っぱのね隙間とか、あとこう葉の下葉の部分、結構なんかちょっと蒸れてるのがあったので、嫌なのでそういうのはきれいに取りました、で今これわざとこう隙間ここ植えようかなって思ったんだけど、もう隙間を開けて涼しくしといてあげればいいやと思ってわざと隙間開けときます、すぐにね広がってもう下から子が出てたりするから、すぐにね場所を取るぐらい大きくなっちゃうのでこのまま様子を見ようと思います、ね。そんな感じかな、ちょっとこれ嫌な色だね。こんな感じで嫌な色になってきたらちょっと黄色っぽいでしょ葉っぱが、こういう黄色い葉っぱは取ってあげた方がいいです。これね、うん、雨に当てすぎてなっちゃったんだろうな、うん、ね。でやっぱりこの枯れ葉をちょっと取ってあげるだけですっごくこの下葉の部分が風通しが良くなるので、うん、これだけで痛みが全然違います。ここにやっといてあげるだけで痛みも全然良くなるんだよね、うん、枯れ葉取るだけで。こういう品種、うん、ちょっとエレガンスとかそういう系の品種って、うん、高温障害って言って葉焼けの寸前で葉焼けはしないんだけど色素が抜けちゃうことがあります。これちょっとなってんだよね、もうほら、わかる？錦みたいな感じなんだけど錦じゃないんだよこれって、うん、成長していくとまたこの色素が抜けた部分普通に戻っていくんだけど中心からね、うん、あまりにも高温を当てすぎると錦になったかのように色素が抜けます、うん、でその色素が抜けた状態からさらに進むと今度葉焼けに変わってチリチリになっちゃうんだよね、うん、なので十分に注意してあげてください。あ、じゃあ蒸れてるわけじゃないのに白っぽく黄色っぽくなってきたら、あ、ちょっと日差しが強すぎるんだなっていうふうに思ってあげて避けてあげてください。そうなりやすい品種とかあるよね。本当に錦みたいに綺麗じゃないでも。うん、綺麗。ね、でもこの辺が焼けちゃってるから焼けちゃったんだと思うんだよね。錦だったらどうしよう。すごい綺麗なんだ。でも違うと思う。そのぐらいでも綺麗になんか色が入ってるね。うん。でも違うと思うこれは。ね、この辺もほら黄色くなってるからちょっと葉っぱが紅葉するんじゃなくて黄色くなっていくのって日差しが強い証拠です、うん、なので少し日差しを避けてあげるといいです。これとかもちょっと黄色いでしょ、うん、日が強かったっていうことなので、うん、はい、そんな感じで、はい、はい、じゃあさ、また写真付きの質問が楽天の方で来たみたいなんで、うんうん、ちょっと読んでいいかな。はい。はい。以前購入しましたウェディングドレスですが、画像のように横から葉と茎が伸びてきました。そのままにしておいて大丈夫ですか？よろしくお願いします。花芽っぽい感じだったんだよね。うん、そうだね。ちょっとビヨンと伸びてね、うん。だけど時期としては花芽の時期じゃないから、うん、大型のエケベリアって普通のエケベリアよりも花芽が出る時期が少し早いです。うん、なので。1月くらいからもう出始めちゃいます、うん、もしかしたら花芽と見せかけて小株が出てるんかなっていう気もしたので、少し様子を見てその出てきた葉っぱの部分の成長点が花芽にならないか小株になるかでちょっと見てあげてください。で小株だったら秋8月の終わりぐらいに1回切っちゃってください、うん、で違うところに植えてあげるっていう風にしてあげると成長します。今はもう無理に切らなくてもいいです、はい、そのまま好きにさせてあげてください。で花芽だとしたら、まあ、別に普通に切っちゃえば、うん、大丈夫だけど、この時期の大型のエケベリア花芽ってなかなかちょっと違うかな、見ないよね、うん、って思うのでちょっと見てみてください。はい、はい、あとさ、いいかな、もう一個ね、楽天じゃなくて YouTube のコメント欄の方の質問で、はい、あったんだけど、いつも楽しく拝見させていただいてます、はい、ありがとうございます、リトープスの質問なのですが、リトープスの寄せ植えの植え替えをしたいと思っていたのですが、脱皮中でも植え替えしても大丈夫なのでしょうか。ギチギチに寄せすぎてなかなか脱皮できずにかわいそうな状態になっていました。長々とすみません、うん、全然大丈夫だと思います、うん、ね。あとあんまり崩したくない、例えば寄せ植えとかだとせっかく可愛くなったので、うん、このバランスを崩したくない場合、うん、自分では、これが大きくなった株だとすると1回抜いてあげて一回り大きい鉢にそのまま植え替えます、うん、でピンセットで少し隙間をグッと開けてあげるんだよね、うん、わざとずらしてあげてね。そうで隙間を開けてあげて成長できる状態にはしてあげてます、うん、でも綺麗にしっかりねリフレッシュしたい場合は植え替えちゃって大丈夫です。はい、はい、とりあえず今日はさっぱりと質問はこんなとこです。はい、ありがとうございます。はい、今日のゾウさんは21時に更新します。はい、概要欄に貼っておきますので、用土の感じとか苗の感じも昨日と全く壺と一緒なのでよろしくお願いします。壺の方が中が深そうじゃない？そんなことない。結構深いの？うん、結構これ深いよ。だって穴がここだよ。そっかそっか。ああ、崩れちゃった。そうそう、深いんだよ。だからただ楕円になってるだけで、本当一緒だこっちと。ね、茎の大きさはちょっと違うんだけど、容量的には変わんないです。ね、だから1リットルあれば全然十分に間に合うあれなので。そんな感じで500ずつだとちょっと足んないかなっていう感じがするかな。ねえ、もしあれだったら1リットルを2つもしくは3リットルを1つご購入いただければ全然余裕で作れます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあそんな感じで今日は大丈夫ですか。はい、はい、じゃあよろしければ、はい、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。ありがとうございます。